アンリミグランプリ A グループになってから、AF 使う人が増えてきたので、おそらく今季最後の AF 視点やっていくぜ。前の動画はあまりいい試合が取れなかったので、今回はタイウィッチ、AF ミラー視点を2戦ずつ用意、途中で軽くデッキ解説を挟むこととするぜ。オメオテトルシステム、ブート開始。指導展開。AF ミラーで意識することは相手より早く展開し、1点でも多く顔を殴ること。後々加速解放で動いてレディアントリーサル狙うとき、相手の体力が減っていればそれだけ自爆先を気にしなくてよくなるからね。レディアント3枚とアクセラシオン使うための PP を相手依存で確保するのはなかなか厳しい。しかしレディアント2体分くらいの PP なら体力3程度で確保できる。そのためマリガンではスピネを確実にキープ。乙女が見えているならメカニカルもキープして1ターン目から展開したい。ちなみにこの試合は高校引いたので顔殴りは諦めて、ひたすら遅延すること前提のプレイングを考えているぜ。相手の2ターン目が同調アナライズとかだったら多分泣いてた。アンリミ AF のスピネはデッキにアーティファクトが埋まってない限り、こっちから触らなければドローできないから無視して大丈夫よ。さっきサーチしたアナライズは出してもよかった。加速解放握ってたのとコンセントで回復するつもりだったから、相手がエンチキ展開してきても対応できるようにした形。5ターン目以降は基本ミラー特有のチキンレースが始まる。盤面にフォロワー残すと加速解放から、レディアント3体とアクセラシオン20点の起点にされる。そのためお互い盤面にフォロワー出せない膠着状態になるのよね。ただし攻撃されないフォロワーは除く。相手、ミラーメタの NS 入り AF だったのね。私 NS 入り構築嫌いなんだよ。超越とかにボコボコにされればいいのに。アンタッチャブル効果は刺さる相手にぶっ刺さる代わり、処理手段を持つデッキだと損する可能性が高い。あのデッキでどうやってドラウィッチに勝つのか教えていただきたい。まあこのハンドじゃ NS を処理できない。放置するしかないぜ。そのコンセントはこのターンで使いたかった。相手は横展開せずアンタッチャブルビートダウンの構え。賢明な判断だな。これ以上はレディアントの射程圏内。さすがに放置するわけにはいかないので解決できるカードを探すぜ。最悪虚数物体でレディアントケアしたい。最近、加速2枚置きしないと満足できない体になってしまった。いつもの東京からパラダイム回収してエッジの準備しようか悩んだが、軽くデッキ掘ってドロー先見てから判断するぜ。虚数を引いたのでレディアントプランに。相手のぶつけ先を増やさないようシオンはキープ。これならミョニエ進化虚数消しレディアントシオン、虚数無視レディアント4体パンチ、どっちも難しいはず。 AF ミラーは相手の動きから反動を予測して死なないギリギリで攻めていく戦い。この乙女今引いたのかはわからないが、前のターンまでに使われてたら多分レディアント出さなかった。1枚目の乙女がおそらくアナライズエンチェント、レディアントがデッキに入ってない読みの進化レディアント。これがチョイス先不明な乙女見せられると、どうしても4連レディアントのケアを強いられるのよね。ここからはマグナゼロリーサルを狙って展開。共鳴10で10点ビームにするか、共鳴20でワンキルするかの選択。ここではレディアント進化で10点ビームの射程に入ることから、贅沢に解放まで使って相手体力を削りに行くぜ。相手のコンセントで回復されてもぶち抜けるようアクセラシオン。これはコンセントの回復で4連レディアントをケアすることが前提だな。同調パラダイムのブリッツで崩せるならやってみせてくれ。唯一怖いのはミョニエ進化で虚数を消されて、解放ぐるぐるからレディアントシオンされることくらいだが、NS、チューナー採用と判明した時点でミョニエの線は切った。アンタッチャブル効果を消してしまうミョニエは NS と相性悪いからね。要採用だったのならそれはもう相手が1枚上手だったってことで。まだ怖くて。
死ぬ場所。波動転生。虚数置かれたらどうしようかと思ったぜ。それじゃあ先生、景気いいやつをなしゃす。オメオテトルシステム、ブート開始。手加減なしよ、本気で行くわ。ふう、AF ミラーは疲れるぜ。箸休めにウィッチを吹き飛ばす試合でも見るか。超越が狂乱に借り尽くされたのか。ここ何戦かのウィッチは全員失踪スペブ軸だったわ。失踪軸相手はコンセントが欲しい。ダメージを受けたターンの返しに回復してやると延命になる。と言ってもフォロワー連打でアグロしてやればそれ以前に解決するわけだが。高校でちまちま展開しても対応されるのがオチ。ウィッチ相手なら少なくとも3面以上同時に展開したい。解放引けたので3ターン目くらいに一気に展開しようかな。まとめてフォロワー並べるのが難しそうなら1ターン目から展開して、スペルダメージを吸ってもらうのも有効よ。受けたダメージを帳消しにしてやることで相手は展開せざるを得ない。そして横展開してきたら AF の本領発揮ってわけよ。解放2枚握ってなかったらバウンス割り切って加速は出してた。未来に導くと。私は貴様らを許容し。勲章は奥深なのです。あらら、相手横展開しちゃったよ。さて久しぶりに気持ちよくなるか。貴様らの行く末は決まっている。新たな知識。では加速からスタート。一応言っておくとこのターンでやる気満々です。逃がさないで。逃がさないで。ウィッチ戦はミスってミュニエに参りだが勝敗には影響しないので見逃してくれ。死刑宣告。加速解放下でアーティファクトをぶつけるとき、スピネは確定でアーティファクトをサーチするので、先にアナライズを出せるならそっちを優先して破壊するのがおすすめ。アナライズからアーティファクト引く確率を上げるためだな。逆にそれ以外のカード、シオンやカイザーを引きたいなら、先にスピネをぶつけてデッキからアーティファクトを抜いておくといい。この時点でアクセラシオンを3回使うルートのリーサル確定。ただ私は慣れてるいつものルートを目指して展開する。焦ってプレミするより安定タクで行くぜ。シオン用の PP が足りないと思って動いてるが、普通にレディアント量産するだけで勝ってるな。加速1、解放1での展開に慣れてると、レディアント出した後もう1枚1コスアーティファクト出さないと、アクセラシオンの PP が足りてないと思っちゃうのよね。とまあこのように、AF 対面での横展開は、馬の鼻先に人参ぶら下げてるようなものなので絶対やめましょう。逆に盤面広げなければ奴らは雑魚です。失踪札温存してボコボコにしてあげましょう。小休憩、今期はこの形で落ち着いた。条件満たせば4ターン効力が残る虚数物体。1枚ずつ使って8ターン仕事するなら十分なので2枚。何があっても対処してくれるミュニエはお守りとして1枚。すべてを壊すゼロパイセンもフィニッシャーとして1枚。他はいつもの面々でお送りしています。それでは後半戦、デュエル開始。なお今回の動画、すべて高校の視点だぜ。理由は先行だとビートダウンで相手がリタイアするから。バンクに至っては先行取られた瞬間即リタしてくる人も、狂乱部対面は普通にやれば負ける方が難しい。これに関しちゃもう相性の問題だな。私は AF ミラーになると即リタしたくなってくるぞ。一試合がクソ長くなるから。アンリミで演出切って、リプレイ機能で7分はやばい。そして理想展開してくる相手。またか、また長くなってしまうのか。アクセラシオン釣り出し放置。
相手がこっちのシオン警戒で無理やり倒してきたわね。私は一向に構わん。相手の展開牽制で加速置き、ミョニエがいるならここで使ってくれって釣り出しでもある。加速装置を消すのは対 AF で刺さる。ミョニエ進化で消滅させる選択肢はありよりのあり。もし加速消されてもこっちにはゼロパイセンがいる。レディアントリーサル狙わなくても遅延するだけだ。相手の動きから死なないラインを予測して展開、処理を強要してリソース吐かせる。僕は銃の声を聞く。行くぞ。お互い出番がないことを悟ったシオンを捨てる動き、マグナゼロのワンキルモードを起動させるために解放。アクセラカイザーする手間が減ったな。AF 相手に盤面広げてくるタイプじゃない読みで解放してカイザー。アーティファクト引けてたら温存してたんだけどな。あっちもマグナゼロ狙ってそうな気配だから虚数物体はしっかり4ターン継続して欲しかった。こっちが解放全部吐いたことは相手にはわからないし、これだけリソースあるなら大抵の展開は返せる。あとはマグナゼロの条件達成まで引きまくるだけだ。やりますねー。これで相手も同じこと考えてると見て良さそうね。ただこれで3ターン相手の場が3枠埋まるのも確定した。リソース不足で処理しきれない心配はしなくて良さそうだ。余った進化剣使ってプレッシャーを与えておく。この辺りからLOも視野に入れて横展開。虚数消し担当ミョニエさんが着任しました。これ以降進化剣域とミョニエは常に温存します。読みも珍しいカイザーメンコ。対象人類
ニャニエ進化カイザー殴りでのリーサルは許してくれなかった。ここから取れる選択肢は3つ。アナライズドローでマグナゼロを引き、ニャニエ進化で虚数消してリーサル、レディアント3体出して盤面総攻撃でリーサル、虚数物体を引いて再び遅延突入。理想としては0パイセンに決めていただくことだな。このスキャンからレディアントかブリッツでリーサルだったんだが運の悪い。首の皮一枚繋がったな。ダメージは3にカットされている。デッキ枚数はもう少ない。最後の加速装置は効果切れ。場にはフォロワー3体。こっちの体力は18。さあどうする？やはり持っていたか。ミラーはこの一発が怖いのよねー。これがラスト。これに関してはもはや説明不要。ただアンリミの絶望を味わうがいい。ご覧の通りスピネは相手に破壊してもらわないと動けないことが多い。ただしそれはこっちが事故ってたらの話だがな。シオンを引きたいので先メカニカルでデッキ圧縮。シオン量産ゼロコススピネでシオン2枚目狙うのはやりすぎか？シオン狙いでアクセラカイザー。一応シオン引けなくても動けるようコンセント残しを選択。いい処理だ、感動的だな。だが無意味だ。横展開した時点で何もかも終わっている。いつもの光景より見た親の顔。また失敗か。波動転生。オルテガ、マッシュ、ジェットストリームアタックを仕掛けるぞ。
さらばウィッチ、安らかに眠れ。というわけで今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。